超刺激的な初対決、そして因縁の対決、再び寺崎直樹対ヒロヤ。初めてくれたあの時の気持ち、関西で日本に来た時にお父さんに買ってもらったグローブがあって、ずっとポンポン投げてくれる、これから勝ち抜きは盛り上げるが、もう安心して俺についてこい。エナー木村フィリップ実りにとって格闘技は自由で楽しいはずのものだった。いつからだろうか。引っ張るって発言ダメだなと思って。引っ張っていくという思いが戦いをも窮屈にさせた。そうなんや。どうした。好きに戦って好きなことやって、それこそ人生真面目に生きることだ。自由に戦っていたあの頃のように。ここは出ませんって断りましたね最初は。怪物がトーナメントに出る理由、これまで野入雅昭はトーナメントに出場する4選手に勝っている。しかし新生 K-1 ではその実力を発揮できずにいた。目の上だから厳しいな。3者ともにいいことがあるか、しかすれば僕の強さをまた改めて知ってもらえることになると思う。断トツの優勝こそ自らに課した使命、優勝を左右する刺激的な発想。もう全員カフェですもんね。65kg 日本代表決定トーナメント1回戦、野入雅昭 VS 木村フィリップ実。赤木村フィリップ実選手の入賞です。6月24日 K-1 アンダー65キロ世界最強決定トーナメント、その出場権をかけたサバイバルマッチ、日本代表決定トーナメントがついに幕を開けます。入場から今までの自分を捨てて新しい俺を見せる。入場テーマも一新です。さあ今その姿を見せました、先日のブラジリアンフック木村フィリップ実。チケットはソールドアウト。 K1 2016年第1弾は新人類最激戦区65キロ最強日本人決定トーナメント。 K1 2016年の幕開けを告げるのは2015年昨年の裏 MVP 新生 K-1 の歩く火薬庫木村フェリップ実。ワクワクドキドキヒヤヒヤしたいならこの男の戦いを見ろ。初舞台こそビッグマウスの末相田康臣の膝に沈むも、本タイトル戦ながら65キロ初代王者ゲイオーからダウンを奪ってのビッグアップセット、一気に65キロの主役に躍り出ました。その後ヒロヤを豪快に KO、 ノイリに勝った男グランダーをダウンの応酬の末下し、たどり着いた王者 KO の幕、ベルトへ挑んだ木村。しかし KO は強かった。
をして、悔いが残るっていうよりトップの現実を見たって感じ。悔しさを引きずることもなかった。すぐに芸を超えたいって思った。芸をにやられてもっと格闘技が好きになった。あの木村が謙虚になったのか、ビッグマウス封印か。安心してください。試合当日はノエル選手の攻撃かすにもしない次元の強さになってると思うんで、一瞬で終わらせますよ。木村フェリップミノル。圧倒的にノエル正明選手の入場です。スポーツ紙、専門家などマスコミ8人によるトーナメントの予想。相談を支持したのが1人、1人は久保、木村フィリップミノルを挙げたのは2人。そんな中4人が優勝を予想したのが野入正明です。そしてこの中継の放送席の解説のお二人、マサトさんはノイリ、平子さんは木村フィリップミノルの名前を挙げています。静かに大本命を待つのが木村フィリップミノルです。1年3ヶ月前の K-1 ワールドグランプリ初代世界王者決定トーナメントに足りなかったワンピース、主役は遅れて現れる。世界1位と続く日本代表決定トーナメント、優勝候補筆頭、野入正明22歳です。他のトーナメントエントリー7人中過去4人と戦っている野入です。満を持してのトーナメント参戦に向け彼は話します。1日3試合ワンデートーナメントは2年5ヶ月ぶり。トーナメントで勝ち上がる、一発で倒せる武器を身につけてきました。今年こそは K-1 の世界タイトルを取る。日本代表トーナメントでつまずいている場合じゃありません。日本人との戦いは今夜で卒業。この番組は M1 スポーツメディアとご覧のスポンサーの提供でお送りします。今度は60キロだ。4月24日日曜日、代々木第二体育館で開催の K-1 ワールドグランプリ2016アンダー60キロ日本代表決定トーナメント。60キロ日本最強がワンデートーナメントで決定する。さらにアンダー55キロ世界王者タケルもスーパーファイトで登場。チケット絶賛発売中。決勝に関しては1ラウンド中2度ダウンするとノックアウト負けとなります。画面が木村フィリップミノル、そして赤コーナーは野入正明。さあいよいよ戦いが始まりました。 K-1 ワールドグランプリ2016アンダー65キロ日本代表決定トーナメント。さあこの戦い、解説席にはマサトさん、そしてアルカンドピースから平子祐希さん、さらにはスポーツライター中村匠さんを迎えしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあマサさん、いよいよ始まりましたね。はい、立ち上がりからものすごく距離が近いですね。そうですね、はい、本当に下がらない、ノイリも下がりません。そうですね、これはやっぱりトーナメントで1日3試合あるんで、はい、木村選手はこうローを蹴らしちゃいけないですね。なるほど、中村さん、はい、この2人はどんな風な戦いになるんでしょう。そうですね、僕事前に K-1 の前田プロデューサーに取材したんですけど、ノイリ選手の唯一こう弱点をつけるとすれば木村選手だってことを言ってたんですよね。なのでこの相性的な部分でこう木村選手のそこのピースがはまれば、うん、木村選手の勝利が近づくと思いますし、ノイリ選手もまあそこは自分でも分かってると思うんで、そこをどうこの木村選手に対して、うん、クレバーな選手ですから、そこをどう準備してきたかですけど、前軽量の体重は
木村選手の軽かったですか。体でかいですね、木村選手。フレームが一回り二回り違う。しかし赤いグローブのノイリがガード高く構えてプレッシャーじわじわかけていきます。下がりながら今ジャブを出したのが青いグローブ、木村フィリップミノル。木村選手一発のパワーありますからね、はい、当たると怖いですよね。そうですね、うん、平子さん、はい、本当にまさに一撃誰でも勝つ可能性があるのが木村フィリップミノルなんですね。そうなんですよね。で今回ノイリ選手が顔を倒して勝つことにこだわるっていう話をしてたんで、もしかするとこのいい意味での噛み合いの中で木村選手の一発が当たる隙も出るんじゃないのかなとは思うんですけどね。あのノイリ選手左のインローとかミドルキックすごいいいですね。あ、そうですか。いいです、はい。あのパンチもしっかり見えてますね、うん、左フック右のストレートにつなげた。これ本当に木村選手蹴らしてると効いてきちゃいますよ。ちょっともう膝のあたり赤くなってきてます ね、 ね、はい、あのやっぱり下半身効くとパンチももらいやすくなっちゃうんで。なるほど。左ダブルです。ボディから顔面。まあ、ノイリ選手ブロック硬いですからね。ブロック硬いですけど、木村選手のパンチだったらブロックの上からでも効きますよ。あ、なるほど。ブロックの上からでもガンガン打っていっていいと思いますね。うん、あ、そうですか。あ、膝はおでこでしたね、ダウン取った膝で、その後ボディでダウン取って、トーナメントこの勝ち方1回戦にすると乗りますよね。1ラウンド2分54秒でした。準決勝進出はノイリ・マサキです。よしよしよし、あと2つ。ノーダメージ。よし、OKはい、クリーンヒット一発もらってないし、聞いたの攻撃も全くなかったんで、まあこれはいけるなと思って。よかったです。トーナメントにしては1ラウンド KO だったので、すごい次につながるいい勝ち方だったんじゃないかなと思います。負けてこの先どうしようみたいな感じで、もうやめたいなってずっと思ってました。それでも這い上がる。レディステリーか。反逆のプリンス、ヒロヤ。レディステリーか。連敗からの復帰戦となった昨年末、ヒロヤは復活を告げる KO 勝利を飾った。K-1 のリングで今回しっかり見せて、今は強いんだっていうのをアピールしたいですね。マサキが認めた天才、夢の新世紀は新たな象徴へと。その初戦はもう一度戦えて本当に嬉しいです。因縁の相手、夢先生という講師をやらせていただいてるんですけども、全国の小学生中学生に向けて、夢について、語る授業になってまして、夢をつかむ講師寺崎直樹。実績的にもヒロヤ選手の方が全然強くて、9割方ヒロヤ選手が勝つと思うんですよ。最大のファンクローズ、その主役は寺崎直樹選手。
夢先生戦ってるんだってとこを見せて、一人でもいいから何か夢とかそういうのを与える、選手になろうかなと。夢って叶えたらそれで終わりじゃないんです。また違う夢ができます。その夢今何かっていうと、はい、 K-1 でチャンピオン。ラディスタディ、夢先生、今夢を叶える時。キュアンダー65キロ日本代表決定トーナメント1回戦、寺崎直樹 VS ヒロヤ。あとよりヒロヤ選手の入場です。やっぱり日本人同士のトーナメントはしびれます。 K-1 生まれ、 K-1 育ち、人一倍 K-1 への思い入れがある男です。ここまで新生 K-1 では1勝2敗甲子園で注目され、最強の15歳マサトの後継者と呼ばれたヒロヤ。しかし早熟な少年は過剰な期待を背負わされ、結果が伴わず今は悩める24歳。過去人生一発逆転のチャンス到来です。ヒロヤが再び光り輝く舞台は整いました。それはやはり K-1 のリンクでなければならない。トーナメントエントリー選手ではこの後入場の寺崎、ノイリ、久保、ソーダ、木村に敗れノーマンとは1勝1敗。しかしその全てをひっくり返すチャンスがヒロヤに用意されました。リラックスした表情です。弟タイガ、そして兄ヒロヤ、まさに格闘人生大逆転のチャンス。そしてそれは同時に最後通牒でもあります。今リングインです、ヒロヤ。赤コーナーより寺崎直樹選手の入場です。今夜エントリー8名中唯一の30代、いやそれどころかアラウンド40。青コーナー広谷選手が誕生した時、爪襟を着た中学1年生、年齢差は12歳です。アンダー65キロ日本代表決定トーナメントエントリー最年長、第2代クラッシュアンダー65キログラムチャンピオン寺崎直樹、36歳と半年での K-1 デビューです。プロデビューは全日本キックボクシングのリング、2004年9月、寺崎25歳の時です。ここまで本人も認めるように特筆した成績ではありません。2011年クラッシュアンダー63キロ初代王座決定トーナメントでは1回戦敗退、2012年の同階級ワイルドラッシュリーグでは6人中最下位でした。しかし一躍脚光を浴びたのが2014年7月13日クラッシュアンダー65キロ、その王者ヒロヤを逆転の右フックを炸裂させノックアウト勝利。実況アナウンサーは叫びました、クラッシュ史上最大の番狂わせ。さあ、あの戦いを再び、寺崎直樹です。
はい、この2人は一度対戦してますね。そうですね、前回は寺崎選手が始まってすぐラッシュしてあげて KO してるんですよね。はい、はい、当然広谷選手はあの戦い頭にあるでしょう。そうですね、まあ、それ踏まえて、まあ、お互いどんな作戦立ててきてるかですね。来ますね、寺崎選手思いっきりいいですね。来ましたね今、しかし広谷ねじ込んでいく。寺崎が赤いグローブで36歳、24歳は広谷。リードのジャブからこの間合いを取ります。寺崎、さあアルコ&ピース平子さん、はい、いかがですか。あの広谷選手、さっきのフィジカルトレーニングがうまくいってるということで体調がすごくいいって話してたんですけども、はい、体の分厚さがすごいですね。そうなんですね、太ももの太さが、はい、すごいの強いですよね。いや広谷選手、あの体を見た時、あの前回より絞れてるなっていうのが分かりましたね。以前より軽量から今日の1日での体重の増量がそんなにないんじゃないですかね。なるほど、中村さん、はい、本当にあの前回に比べるとすごく軽量がうまくいってるのは分かりましたね。そうですね、ストレート、さあコーナーに追い詰めていきます。広谷ねじ込んでいく右、年末の試合もそうからそうですけど、やっぱ仕上がりの良さがすごく序盤見ても伝わってきましたね、平谷選手は。ね、はい、年末はライジンのリングで総合格闘家でもある西浦ウィッキー秋夫選手を下しました。いい戦いでしたね。そうですね、あの時もあの非常にだから乗ってますよね、平谷選手。はい、なんか自信にすごいつながってるのが見て分かりますね。アッパーストレート、スピードもあるパンチ。マタさん、なんとかこういろんな重圧プレッシャーから解き放れたみたいな感じもありました。おっと回転すぎた。12が年末に倒したイメージが残ってるんですよね。あーー、今も倒すのを狙ってますよね。あの右ストレートなんて特に思いっきり振りましたから。いいロッキー、いいですね、ロッキーですね。さあ前に出ます圧力、広谷。ちょっと寺崎選手は広谷の圧力に飲まれちゃいますね。左フックを切ります。まあ、寺崎選手はこのトーナメントのテーマ、エネルギッシュな若い選手にどうチャレンジするかとありますが、ここは距離を取る。ハイキックが効いた。テンプルまだ倒れてはいないが、効いてる効いてる。オープンだ。見事冷静。マリオネットリングを沈め、寺崎見ながらいるようにも見える。もう広谷完全に乗ってます。いいパンチ、テンプルでしたね。そうですね、こめかみのところに右フックです。すごい。平子さんどうですか。ノーダメージですよね、もう勝ち上がりが。いやこれ野入選手との2回戦楽しみになりましたね。広谷選手はすごく心の状態がいいのが分かりますね。まあ、KO 勝ちもそうですけど動きが本当に良かったですね、平谷選手。やっぱり広谷選手はローキックいいんで、はい、やっぱりあれをやっぱり生命線に軸に。いやこれは準決勝楽しみになりました。まず準決勝の第1試合、早くもカード決定です。広谷対街道天才と言われた2人です。体ないからな、一戦負けてましたよ。すごいよ。でも遅かったから、まだ準決勝に投げないといけないから、膝だけもらわないと。マジか。クラッチャー、あーくそー、カウンターか。ああ、やっちまったなこれ。この後 K1 アンダー55キロ世界王者タケルが登場。今度は60キロだ。4月24日日曜日、代々木第二体育館で開催のK1 ワールドグランプリ2016アンダー60キロ日本代表決定トーナメント。60キロ日本最強がワンデートーナメントで決定する。さらにアンダー55キロ世界王者タケルもスーパーファイトで登場。チケット絶賛発売中。全国で
10店舗展開中の K-1 ジム。初心者大歓迎の一本コースでは女性向けのフィットネスも充実。お仕事帰りに立ち寄ってみては。獲得を目指すプロコースはもちろん、お子様向けのキッズコースもあります。汗を流したいけれどきっかけがないあなた、今すぐ K-1 ジムへ。新しい自分になろう、 K-1 ジム。クラッシュ64、3月20日日曜日、後楽園ホールで開催。クラッシュアンダー 55kg タイトルマッチ、王者堀尾隆史 VS 挑戦者寺田信親の一戦をはじめ、第4代クラッシュアンダー 63kg 王座決定トーナメント準決勝、佐々木大蔵 VS 南野貴之、タイト VS 平本蓮など、注目マッチが目白押し。チケット絶賛発売中。この番組は M1 スポーツメディアとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。4月24日 K-1 アンダー60キロ日本代表決定トーナメントのスーパーファイトに、アンダー55キロ世界王者タケルが出場。対戦相手は元ムエタイ王者ヨーセンチャイ・ソーソーピット。タイ人の選手と対戦したいっていうのを言ったんですけど、その通りに組んでいただいて本当にすごい感謝してます。今日は最強をアピールするために、タイ人をやってほしいと思います。さらに K-1 アンダー60キロ日本代表決定トーナメントのリザーブファイトは、島野幸太郎対初参戦の郷州正信に決定した。試合当日、自分に可能性を感じてほしいです。よろしくお願いします。私は耳は聞こえないんですけども、そういう同じような競技な方々に夢や希望を与えるのが自分の宿命だと思ってます。